マインドフルネスのねムーブメントがとっても大きな波となってやってきてるんですね。僕もね、あの司会の仕事でね、日本一明るい、経済新聞主催、日本一明るいマインドフルネスというやつをやらせてもらってるんですけどね、とにかくその今までですね、この物質の世の中だったのが、この心をちゃんと見つめよう、自分とちゃんと付き合いましょうというね、そういうあの時代になってきて、で、このマインドフルネスというのは、もともとこの仏教の座禅とかこういったものをこうメソッドとして、でいかに自分の心の中に入って、深い部分に入って自分自身と付き合うか、人と付き合うばかりじゃなくて自分とちゃんとあなた付き合えてますかって、これがマインドフルネスだと思うんですよね。で、まあ僕もね、あのYouTube にこう自分が座禅してるところをしたりとかね、してます。それからあの喋り禅って言ってね、自分で何喋るかわからないけど、とにかく自分に喋らせてる、これも一応ねこのマインドフルネスのつもりなんですけど、やっぱり僕はねロックミュージシャンで、あのロックをやってる時がね、やっぱりねこの瞑想になるんですね。本当ですよ、特にね、即興演奏でもいつどこで何がどうなのかわからないと、でだんだんこう頭の中から言葉が消えてきて、もう時々しか起こらないですけど、こうまあトランス状態のような感じになってきますね。で、日が出てきます。日が、この木というのはもうなんだかわかりませんけど、木なんですね。もうこのフォースというっていうのか、スピリットというっていうのか、なんだかもうわかんないけど、こうとこうなんでしょうね。そんな感じのね。ちょっと作ってみたので、ちょっと聞いてみてください。ロックでマインドフルネスこんな感じかなっていうのを、ちょっとね、サンスクリット語の、お経なんかをちょっと意味あんまりよく分かってないけど、こう引っ張り込んだりしてやってます。マインドフルネスロックでもできるよ。命が喜ぶ、息を吸い込む、息を吐き出す、そこにリズムが生まれる、命が喜ぶ。